刀鍛冶の里編第7話で登場する増白点。えー、本日はそんな増白点という鬼について、えー、徹底解説していきたいなと思いますので、えー、ぜひとも皆さん最後までご覧ください。それではもう早速やっていきましょう <noise> はい、ということで本日ご紹介するのは増白天とはそもそもどういった鬼なのか、あそして倒し方、技、誰と戦うのかあについてご紹介していきたいなと思います、えー。それではですね、まず増白天とはどういった鬼なのか、あ原作の14巻の116話にて初登場、そんな増白天とはあ上限の4の反転具の憎しみを司る分裂体で、えー、初めに登場した喜怒哀楽の4体の鬼が合体した鬼となっております。えー カン郎によって追い詰められた本体が断末魔を上げた際赤戸が辛くウロギ哀絶を問答無用で吸収し増白点へと姿を変えました雷を操る赤戸が元となった分裂体であるため雷王をモチーフにしたような姿形をしており背中には連れ包みをね背負っているね鬼となっておりますまあそんな感じで増白点見た目からめちゃくちゃかっこいいんですがちなみに見た目はですね子供のような見た ですがあ声は反して威圧感があり、えー、重いような印象だと原作に記載されていますので、えー、かなりオーラのある鬼とね、えー、なっておりますねいやーなかなかですねかっこいいですね反転具の中でもまあ、かなり上位を競うね、えー、かっこよさとなっているんですがさあそんな増白天の倒し方あなんですがね、えー、この鬼はですね喜怒哀楽の合体系であるため、えー、首を切ることには全くの効果がありません 反転具は基本的に本体の首を切らないと全く意味がないので倒し方としては増白点の行動を封じた上で本体の首をね切らなければなりませんと。 つまり本体をですね、えー、切らなきゃいけないんですよね、えー。そんな感じで本体がですね、木の中に、えー、隠れているためですね、かなり厄介な鬼となっているんですよね。いや、なかなか一人で倒すのは難しいというか、うん、増白点自体には全くね、えー、攻撃しても意味がないので、まあそういった形でかなり厄介なね、えー、鬼となっておりますね。はい。まあ、つまり倒すにはこの小さなハンティングの本体をですね、 えー、切らなければならないと、まあ、いうことなんですよね。はい。さあ、そしてそんな増白点の技なんですが、あまずはですね、雷や波動を合わせた、強鳴雷殺などを、喜怒哀楽の特性をそれぞれ活かした技などがあります。えー、アニメではとても興奮できるシーンになりそうですと、いやー、なかなかですね、楽しみですね。えー、強盟、雷殺。いやー、ちょっと喜怒哀楽のね、まあ、上位互換のような、 技なので、とても楽しみですね。はい。そしてですね、さらに、広範囲の物理攻撃である、血気術無限工事なんかもありますと、これはですね、原作でとても細かい作画となっているので、まあ、アニメではトップレベルに気合を入れてくるんじゃないかなと、まあ、思ってるそんなシーンと、まあ、いうことでね、いや、なかなか強そうな技なんですが、ちなみにアニメでは、9話あたりの放送になるかなと思っておりますね。 とても楽しみな技です。 いやー、ちょっとね、増白点の強さ、まあ、半端ないっすね、はい。さあ、そしてさらにですね、近距離で非常に強力で、え厄介な攻撃である、え強圧メイン波なんかもありますと、これはですね、うろぎの特性を生かされたあ、声を使った波動の応用技と、まあ、なっておりますね。えー、これもとても興奮できるシーンとなりそうですね。めちゃくちゃ楽しみです。いやー、ちょっとカンロジさんがね、えー、攻撃を食らってる、そんな シンもね、まあ、あるということなんですがいやー強圧メイハもなかなか強そうですねはい。さあそしてその他にもですね木星を使った龍での攻撃というのが、まあ、中心になってきますのでえなかなかアクロバティックでねえ激しい戦闘っていうのが繰り広げられていくんじゃないかなと思っておりますねえなので基本的には増白点戦っていうのはあ木戸哀楽戦のね、まあ、進化版だと思ってもらって構いませんと you <sighs> いやー、ちょっとね、ハンテング戦の中でも、まあ、かなりレベルの高い戦闘っていうのが、この増白天戦なんですよね。はい。えー、なので、めちゃくちゃ楽しみです。さあ、そして、この増白天戦との戦いで中心となるのが、あ、か寺光じさんなんですよね。えー、炭治郎、根ず子、玄也の3人と協力し合い、えー、増白天との戦闘を繰り広げていきますと、ということで、えー、か寺光じさんが中心となって、えー、戦いをね、していくんです。 ですがこの「増白点 VS 菅路寺光さんがいやもうね刀鍛冶の里編でも突、まあ、プ クラスの、まあ、面白さというかね戦闘シーンとなっていきますのでいやなかなかですね楽しみなんですよはいさあそしてですね戦いの中心となる、えー、カンロジミツリ VS 増白展はアクロバティックすぎるね、えー、戦闘っていうのが原作からも読み取れるので、えー、UFO テーブルさんもかなり気合をね、えー、入れてねアニメーションを作ってくるんじゃないかなと、まあ、思っているんですよね一、えー、年以上かけて制作した 刀鍛冶の里編、えー、おそらくこの辺のね、えー、戦闘っていうのにかなり苦労したんじゃないかなとまあ、思っておりますね、えー。そんな後半の盛り上がりの一つでもある、えー、増白点との戦闘に注目でございますということで、えー、以上増白点の解説でございました。いやー増白点ね、えー、登場から戦闘と、まあ、なかなかですね、盛り上がりがね、えー、あるよということで。 いや、ほんとアニメーションがね、楽しみですね。えー、オープニングの方でもね、なかなかすごいね、映像っていうのが見えていたので、はい、本編の方もなかなかの、まあ、戦闘シーンとなってきそうです。いやー、ちょっと楽しみすぎるね。はい、ということで、まあ、以上、増白点の解説でございました。あ、皆さんぜひともね、高評価、チャンネル登録お願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょううっば